話題の水球アニメリメイン。中学時代水球選手として全国大会で優勝するほどの実力を持っていた清水みなと、交通事故で記憶を失い、かつての仲間や水球のことを忘れてしまう。しかし入学した山並高校で再び水球部に入部を決意。そして新たな仲間たちと共に水球の高みを目指す。実写特番2回目となる今回は、山並高校水球部の前に立ちはだかる強豪校、諸学館水球部のキャストが登場。僕ほぼほぼ歩くお母さんの、キャスト自らによるキャラクター紹介。それはもうお母さんじゃん。ただのお母さん。これまでのリメインを復習するクイズ。脱毛したから。史上まれに見る激闘、山並対諸学館など盛りだくさんの内容でお届けします。テレビアニメリメイン特別番組、山並高校水球部作戦会議パート2。さあ、いよいよこの番組も2回目でございますけれども、いや前回盛り上がりましたね。楽しかった。覚えてます？何やったかとか。倒れていく西田さんを覚えてると。ありましたね。目に焼き付いてますね。本人じゃなくてよかったよね。さあ、この番組ですが、絶賛放送中のアニメリメインの魅力をもっと多くの方に知ってもらおうということで、みんなでいろいろね作戦会議をしていこうじゃないかというふうな内容でお届けしていきたいなということでございます。本日のメンバー自己紹介をお願いしたいと思います。この方から。はい、清水みなと役の上村優斗です。今日もやったるぞ、よろしくお願いします。岡栄太郎役、西山幸太郎です。よろしくお願いします。はい、お願いします。木村昴でございます。城島城という役を演じさせていただいております。お願いいたします。どうも、初学から来ました桃崎陸役の内田山です。よろしくお願いします。柿原啓太役の八代拓です。よろしくお願いします。いい声、ありがとうございます。特殊光景役の宮里俊です。よろしくお願いします。お願いいたします。今回は山並高校水球部のキャストに加え、主人公清水みなとのかつての仲間でもある諸学館水球部のキャストを招いて、さらに魅力を掘り下げます。浮かれてるね。ちょっとね、南国の楽しみだよ。リゾートかな。浮かれすぎだよ。浮かれすぎ。おいで、ちょっと冬まだ感じてない。冬じゃない、冬じゃない。セーターサマーです、サマーです。涼しいでしょ、色味が。野球部の夏休みかな。なんかもう喋っていいんですよ。大丈夫ですか。はい、ちょっとどうですか、内田さん、代表して意気込み。意気込み。意気込みですか。この回に対する意気込みお願いします。この回に対する意気込みは、あ、こんな感じでパート1もやってたのかなって今ちょっと。いやちょっと今その通り。初学めちゃくちゃ強豪なんですけど、3人ちょっと不安感じてます。俺がいたら大体こうなるでしょ。富地幸喜を演じる宮里さんは、こういうバラエティ特番に出るのは初めてのようで。はい、ものすごく緊張しております。頑張ろう。ちなみに今おいくつでいらっしゃるんですか。今28です。28歳、はい、趣味とかは。趣味、はい。特に。今日のこの放送中に趣味の一つでもちょっと見つけていきましょうか。そんな番組じゃないんだよ別に。今回裏テーマは宮里さんが特技趣味を見つけようと。ありがとうございます。いじりどころ満載の諸学館キャスト陣、ここで演じるキャラクターをご自身で紹介していただきます。モモは今現在の水球部のエースであります。湊とも当時は一緒に切磋琢磨して拮抗してたぐらいの結構な実力を持ってる人なんですけど、まあなので中心として頑張ってますね、水球部の中でも。はい、クールに見えるけど熱いところがあるっていうのがいいですよね。そうですね。なんか割と登場した時から湊バー起きて、一話でバー起きて、でも思い出せよっつってベッドにガッて乗り込んで言ってましたから。内田さん的にはどうなんですか、ご自身クールな方ですか、それとも熱い方なんですか。え、僕、どう見えます。いやいや、もう僕は歩くクールだなと思って。歩くクール。どうなんですか実際。いや、僕は全然でもクールではないですかね。なんかどっちかというとパッション型だと思います。パッション型。声大きくなったな。大
柿花啓太さん演じさせていただいておりますけれども、このキャラクターはですね、結構その周りを見てるというか、やっぱ強豪校ともなるとやっぱ癖の強い、まあ、ももそうですけども、はいはい、癖の強い人がいる中で結構みんなの仲を取り持つ優しい見守っているような存在で、周りからお母さん的存在に見られるようなキャラクターかなというふうに思いますね。これどうですか、普段から俺お母さん的なとこあるなって思うことってあります？まあ、僕ほぼほぼ歩くお母さんなんでほぼほぼね。それはもうお母さんじゃん。ただのお母さんじゃん。ただお母さん歩いてるわけが違う。割と精神面似てるかなと思いますね。あ、そうなんだ。はい。いいですね。コーキーですね。陽気でいつもニコニコしてます。うんうんうん、一言で言うといいやつ。なるほど。これ宮里さんってのは、はい、元々その髪型でいらっしゃるのか、やっぱこう戸口に合わせてなのか。あ、僕もう10年ぐらいこの髪型。あ、そうなんですね。はい、戸口幸喜はもう宮里さんみたいな感じですよね。ほぼほぼ僕ですね。やっぱりね。歩く戸口。歩く幸喜。歩く戸口。歩く幸喜。そんな宮里さんがリメインでは5つの役割を担う西田総監督から受けたディレクションが、生っぽい声でいいっていう風な。生っぽい声。もうそのまま喋ってる声で喋ってほしいっていうことを言われたのは、声作りとかっていうのは特に気にはせずにこのまま喋ってたっていう感じ。あ、僕ら役者個人のキャラクターを結構引き出してくれたり、なんか尊重してくれるようなディレクションが多いよねっていう話にはね、なっていて、僕のこの城島ジョーっていうキャラクターも、まあほぼ木村ジョーっていうか、ほぼ木村ジョーみたいな、城島スバルというか、まあなんか作り込むというか、まあ、声をこんな感じの声でいこうっていうよりは、まあ、等身大で、まあ、僕の思うあの城島っていうものをそのままやって受け入れてくれるっていうようなところ。役者としては嬉しいですよね、やっぱりその、ね、自分がこう思うんですけどとか、こうしたらどうですかねみたいなことを、あ、いいですねみたいな、うん、それでいきましょうみたいな、いただけると、うん、こっちもやっぱこうどんどん熱量が上がっていくみたいな、うん、でリメインもね、どんどんこう、うん、やっぱこの青春の熱量みたいな、うん、ね、含んでる作品だから、こう西田さんのこの熱量っていうのが僕らにとってもありがたかったりしますね。それではここでキャストと一緒にこれまでのリメインを復習ということで、さあご覧ください皆さん、ちょっと教室っぽくなりましたね。いや、すごい、なんか学生時代を思い出します。思い出します。先生、先生、人という人類カトゥーエクサズラミカじゃないとです。あれ思い出しました、あの1話の勧誘に来た女王。そうだそう、いいですかちょっと。それでは城島ジョーが新入部員の勧誘に来たシーンを木村さんが再現。上から読んでも城島ジョー、下から読んでも城島ジョー、オッスオラ城島ジョー。あれ、そんなじゃなかった。はい、本題に移ります。クイズ形式でこれまでのリメインっていうのはですね、ちょっと振り返っていただいて、でご覧の皆さんにね、どういうお話かっていうのをね、伝えていけたらなっていうふうに思いますからね。で、あの皆さん、あのこれ皆さん知ってて当然のクイズをですね、今からいっぱい出しますので、あ、絶対間違えないでください。怖い怖い、確認だ、なめんなって話ですよ。あ、さすがでいらっしゃる八代さん、意気込みのほどお願いします。絶対に間違えません。 OK、 さあそれじゃあやっていきましょう。これから出る復習クイズにはキャストである皆さんはもちろん全て答えられますが、あえてボケて答えてもらいますので、あしからず。第1問からなんですけれども、事故に遭い病院で目を覚ました湊をお見舞いに来たのがこの人たちという問題なんですけれども、さあ誰が湊のお見舞いに行ったかというのを答えていただきたいと思います。じゃあこれね、僕からね指名していきますので、もうガンガン答えてください。さあ西山さん。もうこれはもう1話ではもう印象的なシーンですよ。なんだったらもうド頭のシーンですから、うん、そうですよ、 ですよ。緑川さん。ヒカルさんが、はい、うわー、でもね、残念ながら不正解でございますよ。違うか、皆さんちょっと真剣に答えてください。いいですか、もう一方ぐらい聞いてみようかな。八代さんどうですか。僕です。ほぼ正解でございます。はい、正解こちらでございます。ババン、中学時代の水球部仲間。感動的な再会のシーンですよね。まあ、ちょっと残念ながら湊は3人のこと覚えてなかったけども、はい、ショックだった。そう、ね、後ろに緑川さんいました。嘘嘘、緑川さんやっぱりね、緑川さん、緑川さんではない、緑川さんがいた。復
習クイズ第2問。初学館の3人にはある異名があります。何と呼ばれているでしょうか。比較的ボケやすいお題ですが。自信あるよって人いますか。中島とすみません、はい、後ろからエネルギーを感じエネルギーなんかすごいエネルギーを僕今感じている。3人の異名をお答えください。どうぞ。あ、当てちゃっていいんです。あ、ぜひです、ぜひです。当てちゃってください。サンバカトリオですあ、そっちね。それはもう悪口よ周りから言われてたら。正解は三重師。港が抜けた初学館水球部は四天王から三重師と呼ばれるようになりました。続いて第3問。堅くなに水球部への入部を拒んでいた網浜が一転、入部を決意した理由とは。まあこれも結構ね、キーになる名シーンでございますけれども、はい、内田さんにね、答えてもらってもいいですか。堅くなに拒んでいたのに、さあその理由は何ですか。脱毛したから剛毛で悩んでたから。まあまあ、こう分量としてはね、脱毛がしょ。入部を決意したその理由は、こちらババン。もう申し訳ない。残念、不正解でございました。網浜のお兄さんは桃崎陸。いつか兄に勝ちたいと思っている網浜は、水球部に入れば兄と戦うことができると入部を決意したんです。え、兄さん。結構前編を通して割とそこもキーになってくるんですよね。僕らの兄弟は結構この後も本当に出てくるんで、うんうんうん、ぜひこの掛け合いの温度感とかちょっと聞いてほしいですね。いいですね、はい、ご覧の皆さん見たくなったんじゃないの。おなんでそんな盛り上がってる。違った不安になった今。復習クイズ風の大喜利大会もここで最終問題。山並高校水球部が初めて行った練習試合、その相手とは誰だったでしょう。上村さんお答えください。やっぱ最初の試合ですもんね。そう、大事な、うん、緑川さん緑川さんじゃないでしょ。入りそうだなと思って。入りそう。まあでもヒントかもしれませんよ、まあ、この量ですからね。まあ、大ヒントさらにね、ほらもうこのこことサイズ感一緒ですからね3文字ということですよ、きっと。3文字で入る答えでございますよ。いやー、どうですか宮里さん。高校の近くにある公園でゲートボールをしてたおじいちゃんたち入っても読めねえわ。 GBG それゲートボールゲートボールじいちゃん違うかよ。じゃあちょっと、はい、八代君ね、初めての試合を行った相手は誰ですか。僕です。なんでだよなんでだよ。さあということで正解見てみましょう。こちら、小学生でございました。伊豆島ジュニアチームというですね、あの小学校のチームとの対戦だったんですけども、結果はなんと残念ながら惨敗ということで、まあその苦い思い出の初戦となってしまいました。さあここから山並高校水球部はどうなってしまうのか、そして小学館に勝つことはできるのか、まだまだ見どころが盛りだくさんなので、視聴者の皆様ぜひぜひアニメをご覧になってください。よろしくお願いいたします。アニメをバッチリ復習したところで、山並 VS 初学館キャスト同士での対決と参りましょう。山並高校 VS 初学館水球ゲームバトル。ここからはですね、山並と初学館で水球にちなんだゲーム企画で対決をしていきたいと思いますよ。いや、負けたチームにはですね、罰がございますので頑張っていただきます。罰？罰あります。罰ゲームとかじゃなくて罰がある。あの、罰ゲームじゃないです。罰が。罰が重たいな。力を合わせていこうな。おい、はい、エース、エイ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 。勝てそうだね。いけんな、いけんな。キャプテンうるせえ。ちょっとチームワーク見せてくれよ。エース頼んで。俺とよし、よし、行くぞ。えい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 え
お任せします。待て、おかしいだろ。フォローゼロのチームワークはさておき、対決のお題となる水球ゲームは巻き足リボン。手足リボン。巻き足とは水球の基本中の基本。足のつかない深いプールで浮いた状態をキープし、プレーを行うためのテクニックです。そこでこの対決は、番組特製のリボンを足につけ、チーム全員が巻き終わるまでの時間を計測。よりタイムの早かったチームの勝利となります。まずは山並高校チームが巻き足リボンに挑戦。さあ準備が整いました。上村さんどうですか、ちょっと自信のほど。個人的には俊くんはですね、僕の事務所の唯一の同期なんですよ、うん、あ、そうなんですね。子役時代からの同期なんで、そういう意味でもちょっと今日は負けられないなと思っております。いいですね、同期対決にもなっていると。そうなるほど。いうことでいくよ。それではいきます、よーいスタート。おー、これむずいな。すごい。やばい、ちょっと行けてんの？ちょっと待って。待って。あ、でもなんか行けてる気がする。かなり。ちょっと待って。あ、これどう？あ、ゆうとくん、ゆうとくん行けたんじゃない？これどう？これどう？行けた。はい、終了。そう。いいんじゃない？いいんじゃない？我々山並高校水球部の記録こちら、19.62秒。いやでもよく頑張ったな、よしみんないい感じだった。続いて初学館チームが巻き足リボンに挑戦。山並高校のタイムに勝ることはできるのか。スタート。うん、おい、うん、そあ、おそっくん、まあ、そっくん早いですね。うまい、やす、まあ、割れた、割れた、戻って。じゃあそれを最後からしっかりそう。何してちょっと、いいですよ。あ、内田さん素晴らしい、来た、追い上げがすごい。宮崎で終了でございます。終わった。さあ宮崎さんも OK。 はい、終了だ。これ終了ですか。これ一回ちゃんとね巻きついたから大丈夫でございます。はい、ということでお見事でございました。さあでは果たして山並高校水球部の3人に勝っているのか。小学館の結果こちら、19秒57ということで。うわぁ、嘘、マジ。小学館19秒57で山並水球部が 19.62 ということで、小学館の勝ち。こんなドラマティックな展開ある？ギリギリ、嘘、すごいっすね。何この展開、すごいよ。巻き足史上に残るって言ったすごいよこれ。これはすごい。巻き足リボン史上に残る戦いを制したのは初学館。続いての対決は30秒ぴったりシュート。水球では攻撃側のチームはボールを持って30秒以内にシュートをしないとファウル。そこで30秒を数える体内時計で対決。片手でパスを回しながら30秒ぴったりと思った時点でシュート。より誤差の少なかったチームの勝利。まずは1勝した初学館チームから挑戦。よーいスタート。はい、10 20。ちょっとダック数えてくれ。おー、大丈夫、全然最初から始めてください。まだいける、まだ全然いける。はい、気持ち合わせて、気持ちいい絆ですが、はい、どうですかね、ね、これ何秒今数えてます？これ何秒？もういいんじゃないですか？もういいんじゃないですか？エース決めよう。オッケー、決めよう。さあゴール決めてください。はい、終了。どうだ？ただいまのタイム見てみましょう。小学館水球部のタイムは 45.36 秒。という結果になりました。いや、すごい。15秒オーバー。宮里さんがずっとそろそろいいんじゃないですか。続いて山並高校チーム、冷静に行えば確実に勝利を狙えるが。よーいスタート。
どうだ。まず先ほど先行の小学館の記録は 45.36 秒でございました。何回聞いても笑けてくるな。さあそれでは高校我ら山並高校水球部の記録見てみましょう。こちら 26.72 秒。ということでご参加してなかった山並高校水球部の勝利でございます。まあ、先ほどの勝負では小学館が勝っていたということで引き分けになります。しかしここは決着をつけたいということで各チーム代表者1名を選び巻き足リボンで延長戦、勝った方がこの対決を制することに。さあではそれぞれのチームの代表者誰でいきましょう。ちょっとチームで作戦会議していただいていいですか。どうしますか。いいですか。いいですか。Yes. さあ決まりましたか。はい、決まりました。 OK。 さあじゃあそれぞれの代表者発表していただきたいと思います。まずは小学館の皆さん、代表者誰ですか。うちからは宮田さん出ます。作戦会議の中でね、はい、何て言ってたこの人、どうしましょうみたいになった時に任せてって俺に選ばせてっていうことだったんですか。うちのエース内田さんからそう言われてますが、どうしますか。まあ任せてください。山並みからは誰が行きますか。はい、僕が行きます。おっしゃー、いいじゃん。上村さんでございます。これは負けてらんないね。最終決戦は役柄同様まさかの同期対決。チームメイトの思いを受け勝利を収めるのはどっちだ。さあ最終決戦の準備が整いました。なんとここで同期対決が実現いたしました。お二人準備よろしいですか。こんな未来が待っているとは思いませんでした。ねえ、しゅんくん。そうです。そうです。いただきました。ありがとうございます。さあ、では参りましょう。よーい、スタート。頑張れ。いけ。落ちていこう。落ちていこう。ミスター暇。もう一度行こう。ビローン追い上げエグーよかった。デッドヒートだった。すげえ。もう次会ったら多分あのさん付けで呼んでもらう。マジか。うわ、ね、そんな大事なこれ。さあ改めてではございますけれども、この勝負勝者は小学館でございました。いいよ。負けてしまった山並高校チームは罰として対決で使った小道具をお片付け。その模様は番組最後にお届けします。さあエンディングのお時間でございます。いやさまざまな対決を含めですね、いろんな話をしてまいりましたけど、皆さん今日の収録いかがでしたでしょうか。スバルさんが、はい、あの先生になりたいって言い始めまして、なんか前に立ったのが気持ちよかったらしくて、いやあの本当ね、初めて教壇に立ったというかあの体験をさせてもらったんですけどね、はい、さっき俺先生になろうかなって思った。そう、うん、マジで。え、なんか教鞭取ってみたいなって思った。え、声優辞めるってことですか。小学館の皆さんもいかがでしたか今回、内田さん。やっぱり3人こうやってやってきたぞっていうのを見せられたのよかったかなっていう小学館ので見事勝利をね掴み取りましたから、はい、そうなんです。リメインという作品自体がこう友情だったりとか、うん、ライバルだったりとか、うん、そういうこう青春の要素がたくさん詰まってるので、なんか今日の放送もね、なんかこういろいろこう同期があったりとか、そう、ね、なんかいろいろそういう要素があってすごい楽しめたなっていうふうに思いますんで、うん、ぜひ皆さんも放送を楽しんでいただければなと。
そして小学館のキャラクターたちを楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。さあ、そして宮里さん、はい、どうですか、今回の放送を通して趣味見つかりました？見つかりました。そこまでこう一大なんですかイベントでしたから今回の。さあ、それじゃあ趣味何見つかりましたか？巻き足リボンで負けた人を全員僕さん付けで呼ばす。独特の趣味見つけたな。これ上村くんから始まってもうどんどん広げていった。広げてくの。どんどんこっから広げてくの。どんなに先輩であっても。宮里さんと趣味は趣味でも悪趣味だ。それでは最後に主人公清水みなとを演じる上村さんから視聴者の皆様にメッセージです。いよいよね、そのリメインも後半戦といいますか、はい、次回から第7話になっていくと思うんですが、まあ、今回登場していただいた諸学館のみんなともいろんなことがありますし、まあ、後半はそのみなとを中心にいろんな人たちの思惑が見えてきそうな感じがありますね。これまで山並高校メインで描かれていたところを一歩引いてみた時にどうなのか、そういうところの展開が大きく広がっていくので、ちょっとその辺のストーリーを楽しみにしていただければなと思います。はい、さあ皆さん、これからもですねリメインぜひご期待して見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、以上山並高校水球部作戦会議パート2でした。せーの、バイバーイ。いやー、さあいいとこまで行ったけどね。いやー、ほんと最後すいませんでした。ちょっともうちょっとだったんですけど。そんな、ね、よく頑張ってた、ね、うん、お疲れです。お疲れです。やってるー。あ、お疲れです。どうしたんですか？手止めないで、手止めないで。すいません、すいません、手止めないで。すいません、宮里さん見てるから。あ、お疲れ様です、宮里さん。お疲れ。ちょっとまだ慣れてないみたいなんで。なんか冴えない顔してんな。お疲れ様でした。なんで負けたんだよ最後。ごめんなさい。おかしかったよ。いや本当にごめんなさい、申し訳なかった。勝てたの？